こんにちは、まるさんです。まあいつも拙い動画を見ていただきましてありがとうございます。雑誌を紹介する動画を上げているんですが、今日紹介するのはですね、まるさんこんな雑誌も読んでるのという感じで紹介します。月刊テレビくんです。テレビくん9月号。っちゃいましたよもうこれ。パチくんも見る。9月から始まるね新しい仮面ライダーセイバーというやつです。これが出てるのでね、つい買ってしまいました。今仮面ライダー01というのが放送中なんですが、それが8月で終わりまして、9月から新しいこの仮面ライダーセイバーっていうのはね、すごいなんかね燃えてるよね、出てきます。その情報とかね、出てるのでチラチラ仮面ライダーセイバー、聖なる歯刃でセイバー、これね航空動画の文豪にして剣豪みたいなので、今回変身するアイテムがこの聖剣、セイバーですよね。聖剣とそれから本で変身します。でこれがね3種類あるんだって。神獣の本、神の獣ね、神獣の本、生物の本、生き物の本、物語の本。すごいよこれ。ドラゴンとライオンは分かるんだけど、ジャックンとドマメの木ジャックと豆の木じゃない、ジャックンと豆の木とかね、ピーターパンじゃなくてピーターファンタジアっていう本が出てきたりとかねします。いやすごいなこれ。銀色と赤と黒、こっち右肩にこう 竜がね、竜の口から手が出てる感じで、この靴の、あ、ライダーキック、靴の底に不思議な文字が書いてありますが、これ解読できるそうです。でこの真っ赤なやつと変身するとねこうなるんだ。なんとなくねこの左右と真ん中の色が違う感じがね、あの仮面ライダーダブルの時にちょっと似てますけどね。でこの火っぽいのに対して今度水っぽいの青いやつが出てきます。これが仮面ライダーブレイブ、ブレイズ、仮面ライダーブレイズというのが出てきますね。この他にもねたくさん仮面ライダーが出てくるらしいので、10種類ぐらい出てくるのかな。なのでその聖剣とそれから本ですよね。もうこの機会にね図書館関係の人はね読書推進でね仮面ライダー使うといいかもしれないです。でいよいよ01の最終回に向けての物語。おおすごい。で劇場版で仮面ライダー電王が出てきます。電王ですよ。ね桃太郎とか出てきます。あイマジンの4人衆とあと電ライナーの、直美さん出てきますね。来月号はこの仮面ライダーセイバーなりきりセットが付録で付く、まあ、おじさんはこれはあんまり使わないけど、まあいいや。キラメイジャーね、キラメイジャー。やっぱりねテレビ君ってやっぱそういう特撮系とかねそういうの大好きで、あとポケモンね、うん、アニメも出てます。ドラえもん、これがすごいです。あの今放送中のウルトラマン Z みたいな、セブンガー友の会解放第2号だって。本当にねこのセブンガー友の会があるんなら入りたいぐらいで、ウルトラマン Z でセブンガーとウィンダム出てますね。でここですごいスクープ映像が出てます。これは言えない、うん、言っちゃう、うん、言えるとこまで言おうか。特空機3号というのが出てきます。セブンガーとウィンダムともう1個、まさかこのロボットが、まあちょっと3号機は何かっていうね、Facebook でありましたけど、それにもちらっと出てきてはいたんです。名前は上がってたんですけど、まさか本当にこれが出てくるとは思いませんでした。しかも、すごい。合体だよ。合体変形だよ。最近ね、Twitter で、このテレビくんの Twitter 公式アカウントと、それから同じような雑誌で、テレビマガジンっていう雑誌もあるんですけど、そのね、テレビマガジンとテレビくんの Twitter で、この紙面をSNS で晒すのはやめてくださいっていうのは出てました。もちろん当然です。もう著作権侵害ですのでね。僕もせいぜい表紙と裏表紙ぐらいしか写せて写しません。まあ、中にこんなことが書いてあるっていうのはね、すごい、これはすごいな。でもさ、これ出てさ、特空機3号出てきちゃったらもう、セブンガーとかウィンターも活躍する場面がないんじゃない？大丈夫かな？というわけで、どういういきさつでこの3号機が出てくるのかも出ます。多分、来週、再来週かな？3号機が、ね、出てくる。やはりこのヘビクラ隊長ですね。ねえ、ヘビクラという字の時点で別れよみたいな。みんな、そうなのか、そうなのかもしれないとかで結構疑いましたけど、そのままです。ヘビクラ、ジャクラですね。ジャクラ。ね、もうジャクラスジャクラですね。ジャクジャクです。
かっこいいはやっぱりジャグラスジャグラーはね、正義に目覚めたと言ってますけどね、大丈夫かな。結構ね、あの主題歌のご唱和ください我の名をのね、あの1番も思わせぶりなんですけど、2番聞くとね、結構このウルトラマン Z ってジャグラスジャグラーの話かなと思うぐらい、えみたいな歌詞があります。8月7日金曜日からいよいよ公開されます劇場版ウルトラマンタイガーニュージェネクライマックス。これ本当にね、3月公開だったのがね、ここまで伸びました。でおもちゃ情報、いやすごいな、こんなのおもちゃ情報結構ありますね。あ、ゼロのプラモデルだ。あ、ウルトラメダル。え、何この愉快なパンダ、愉快なパンダ、せいせいと公園で遊んだような巻き、面白いなこれ。それとまあこういう雑誌にありますので、皆さんもね、似顔絵コーナー投稿ですよね、写真もあります。たまにこういう雑誌見ると面白いね、今の子供たちがどんな情報を得ているのかっていうのが分かる気もするんですが、ああなるほどね、するんですが、ガッと言ったのは付録もついてます。付録ね、こういうの、こういう付録がついてます。このテレビくんオリジナルの仮面ライダー01に登場するようなテイストで、なんだっけ、ポッピングカンガルー、こういうのがついてます。まあちっちゃいこういう、食玩についてそうなね、こんなのあります。フル稼働ですね、結構動きますこれ。こんなのがついて、さっきも言いました、今時の子供たちがこういう雑誌を読んでるのかなっていう情報源だと思っているのですが、なんとなんと特別価格定価1690円、買うかな。ね、欲しいっちゃ欲しいんだけど、まあ結構ね、こういう付録もついてたりとかするので、この値段は妥当ではあるんですが、まあ、買うんだろうなきっとな、こういう情報を見たくて。というわけで、テレビくん9月号、定価1690円、税込みね、本体価格が1536円。おすすめは、あの知りたい人にはおすすめなんですけど、こんな雑誌があります。テレビくん9月号。